そんなことをするとは、イットらしいの。イット兄ちゃんはやっぱり捕まっちゃったの？捕まったけど悲しむ必要はないわ。きっとまた会えるから。無茶なことをしたかもしれないけど、私たちの力になったのは確かよ。うん、母ちゃんの言う通りだ。イット兄ちゃんは僕を助けてくれたすごい人なんだ。だからといってイットの真似をしてはいかんぞ。イットは他人に迷惑をかけておる。すいっと言葉で表すのなら、お前らがいつも遊んでる鬼カブトムシじゃろうな。いかつい顔じゃが心は優しい。悪事を好まぬが戦いを恐れない。よくわからないけどきっと褒め言葉なんだよね。またイット兄ちゃんと虫相撲で遊びたいな。おばあさん、子供の面倒を見てくれてありがとう。それと新たきイットと彼の友人が早く釈放されることを願ってるよ。ああ、安心せえ。天領奉行のお偉いさんたちが白黒はっきりさせてくれるはずじゃ。それでは僕たちはそろそろ帰るとしよう。また今度遊びに来ます。最後は円満に終わることができた。不幸中の幸いじゃったの。青鬼一族の件は私に任せてほしい。何か手伝おうか？一人で大丈夫じゃ。お前さんたちは冒険を続けるんじゃろ。イットが釈放されたら手伝ってくれるはずじゃろうしな。そうじゃ、それがイットの一番可愛らしいところじゃと。そう思わんか。思いついたことを誠実に、揺らぐことなく勇猛果敢にやり遂げる。私があやつを引き取ったとき、周りからは変わり者だと揶揄され、鬼バーバと呼ばれるようになった。じゃが、私はこの名前を不快に思ったことはない。むしろ、誇りに思っておる。なぜなら、イットは私の自慢じゃからの。昔々、あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが青鬼の行方は分かりません。彼を探すため高い山を越え大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび彼はわざと隠れているのだと分かりました。赤鬼は青鬼を真似て荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい、隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸にただ遠くから眺めているだけ。すると突如赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よう、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の
最高のダチよ。